見つめること
しかできない。夜明けを待つだけの空、星一つ見えなかった。ずっと長い間光を探してきた。これ以上ないくらいに傷つけたのに、その胸が愛おしい。紡ぎ合った愛の証は永遠に続いてく。デルフィニウム柔らかな笑みで包まれたこと、どんな時も忘れないよ。だからさよなら。着や傲慢さであなたを傷つけてしまったの。眠れない夜に何度も思い出すんだ。痛くて怖くて寂しくて改めて皆さんこんにちは、ありがとうございます。そして、YouTube ライブでご覧の皆さんこんにちは、見ていただきありがとうございます。今日は初めて、東京ストリートライブ 4K さんのスタジオで、スタジオライブをさせていただいております。初めましての方もいらっしゃいますと思いますので、自己紹介させていただきますシンガーソングライターの春田瑠璃です。よろしくお願いします。主に東京でライブ活動などをしておりまして、ライブ配信なども、毎日やっております。今日はスペシャルサポートピアノで向井陽子ちゃんにサポートしていただいてます。よろしくお願いします。YouTube の画面では多分映ったり映ってなかったりすると思うんですけども、向井陽子ちゃんは本当に素晴らしい演奏でいつも一緒にライブをしたり曲を作ったりしております。今日はこのメンバーで、お届けしたいと思います。オリジナル曲とカバー曲をお届けしたいと思いますので、ぜひぜひよかったらゆっくり聴いていってください。
今日は初めてこの 4K さんのスタジオでライブをさせていただくんですけれども、すごく映像で見るとかっこいいです。あ、というか生でもかっこいいです。すいません、ごめんなさい。生でもかっこいいです。合成でこれ映像で見てるのと違うんですよ、生で見てると。なので生々しいというか本当に、あ、撮影スタジオなんだなっていう感じで、いつもこういろんなところ、YouTuber さんとかお笑い芸人さんとかがここで撮影で使われてるそうです。こんな素敵なスタジオで、ライブ配信させていただき本当に嬉しいです。 4K さんもありがとうございます。今日はオリジナル曲とカバー曲を皆様にお届けしたいと思います。お聴きください。 Dreaming。Let me dream with you.
9月に作った新曲、男心と秋の空っていうテーマに作った、新曲月空。言いたい僕はどこに向かっているのだろうか。待ち全部消した。きっと月日がどれだけ
星屑の空の下で月空お届けしました、ちょっと YouTube ライブの方でもですねコメントをたくさんいただいているのでちょっと読みたいと思います。生々しい、あ、私が言ったことかすいません映像も音楽もこれ以上ないクオリティということでありがとうございます。そうですね、映像も音もすごく綺麗で届けされてるのかな、 YouTube でちょっと私も見てないので分かんないんですけども、4K さんのねもともと路上ライブで最初に来ていただいて、私のその時もギターで弾き語りでもう本当に下手な演奏で弾き語ったやつだったんですけど、 4K さんのね映像と音でなんかすごい上手く聞こえるYouTube の投稿になってまして、あ、すごいと思いました。いや本当にね 4K さんすごいです、はい、向井陽子さん、そう向井陽子さんのねリスナーさんも見てくれてます。素敵なお二人のハーモニーありがとうございます、はい、月空、そう月空はね先月の、北サンドグレープスの新曲書き下ろし企画で、つかれまして、皆さんにね好評いただいてます、ありがとうございます。はい、あ、タグなし、あ、今日タグないかな、
すいません、ちょっとつけてくの忘れました。はい、次回はつけてきます。はい、あ、スパチャもありがとうございます。スーパーチャットもね、今日できるようになってますので、はい、ありがとうございます。パチパチ、はい、本当にすごすぎです。陽子さんの演奏も素晴らしいって、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私のオリジナル曲はほとんど陽子ちゃんと一緒に、こう練る、作る、出すところから一緒にやってもらってて、私は何だろ う、 こう曲を作るときに材料だけ出すみたいな材料屋の人って感じで、もうそれをうまく美味しい料理に仕上げてくださる、あの料理人って感じです。料理人、本当に本当にすごいですよね。 4K さんもありがとうございますね。本当にありがとうございます。はい、ちょっとね、今日は、こんな素敵な、スタジオライブなので、私もちょっと大事なお知らせを皆様にしたいと思います。ででんすいません、ででんあ、なんかそういう、あの効果音ありますよね、そういうので、ででんみたいな。はい、大事なお知らせをさせていただきます。先ほど歌いましたデルフィニウムの、曲なんですけれども、今回のアルバムの中でリスナーさん投票で第1位でした。というわけで、そのデルフィニウムのミュージックビデオを制作することが決定いたしました。そしてそのデルフィニウムの制作するためのクラウドファンディングを本日スタートいたしますた、したした、始めま、もう始まってます、はい、夜の12時に始まってますので、始まりました。はい、まあ、今回ね、まあ、32作らせていただいたんですけども、どれも素敵な曲って、まあ、皆様にもおかげさまで言っていただきまして、本当にありがとうございます。もともとは去年クラウドファンディングさせていただいて、フルアルバムが無事に完成しまして、本当に皆様のおかげで、すいません、スタスタ、はい、すいません、作らせていただきまして、もう最高のアルバムが出来上がりました。で、その中で、中でももうダントツ投票で1位だったんですね。というのも、まあ、デルフィニウムはちょっと去年私の中で本当に辛い、人生でも一番ぐらい、辛い出来事がありまして、そのことを曲にしました。で、デルフィニウムっていうのは私の誕生日の花なんですね。それがどんなに死ぬほど辛いことがあっても、生きて頑張って生きていけばその命はつながっていく、そしてその花がいつか開くという思いが入ってます。そんなデルフィニウムだからこそ絶対にミュージックビデオを作りたいと思いました。そして今までも素晴らしいミュージックビデオを作らせていただいたんですけれども、今回私がいろいろ作品を見てすごく素敵だなと思った監督さんにですね、自らナンパじゃなくて、声をかけまして、そして、あ、声あのっていう感じじゃなくて、ちゃんとあの問い合わせフォームから問い合わせまして、あのそしたらもう返事も来ないだろうなって思ってたんですけれども、なんとその監督さんからご連絡いただきまして、あのよかったら一緒に作りましょうというお話の流れになりまして、なんとその監督さんに作っていただけることになりました。そしてもう打ち合わせもこの間してきたんですけれども、本当に素敵なアルバムができるなって、その打ち合わせの流れの中で私は確信しました。なので皆様、今日からスタートですので、お一人お一人の小さな力で大きな力になりますので、最高のミュージックビデオを作る手助けをしてくれますかな。ありがとうございます。オファーですね、はい、逆なんですかね、はい、そうなんです。で、もう本当に、素敵な私の彩香さん
が大好きなんですけども、彩香さんとか、ウルさんですとか家入亮さんだったり、生き物係さん、本当に素敵な作品が、ありまして、もう繊細な作り方というか、やっぱ女性なんですけれども、女性ならではの繊細な作り方で、私も初めてです、こんな素敵な結構大きなプロジェクトというのは初めてです。なので結構ドキドキなんですけれども、うまくいくかなって今まだドキドキしてるんですけれども、きっと成功すると信じてます。そしてこのデルフィニウムが世界中の人に届くことを信じてます。なので、今 YouTube 見てる方もよかったら、チェックしていただければ嬉しいなと思います。このデルフィニウム、作詞は私なんですけども、作曲はなんとこの向井陽子ちゃんです。改めて本当にこんな素敵な曲をありがとうございます。頑張っていきましょうそうですね、これも、世界中に届いたら、また一歩前に進めると思います。なので、早いもので来月もう撮影の予定なんですね来月末撮影の予定です。なので急いでください時間はありません嬉しいですね。でも、ありがたい。本当にこんなにサクサク進むのもね、やっぱりすごいなと思いました。でこれからもライブ活動などもね、今月来月とたくさんありますので、いろいろチェックしていただければと思います。はい、ではでは、そんな、陽子ちゃんと、陽子ちゃんもですね、その曲を歌ったということで、今回そのカバーをさせていただきますではカバー曲2曲お聴きください。時に空のように、時に海のように深く深くたゆみない、志を胸に掲げながら、それでもまだ迷い一筋流した、その涙今日生きる希望をあなたが信じてきたもの忘れないで、失うものあれば必ず見つけられる光もある、つぼみに刺す雨のように、刺す日のように、その息吹を感じて、我が身を常えて人の痛さを知れ、まぶた過ちに心が痛もうとも、その悔いに学びながら、恐れずまた
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment you set over to live with me. Get in love, no. Can you hear it echoing? Take my hand, we'll share this with me. Cause that ain't without you. On a shadow powder sprite, on a stars we steal from night sky, will never be enough. Never be enough. Sound a girl that still cheer it up. This how could hold the world more little. Never be enough. Never be enough for me. Never, never. Never, never. Never for me. For me.心得、そして、ネバーイナフ曲カバーをお届けしました。はい、今回の心得は、ヨーコちゃんがね、YouTube でカバーした、ね、で、すごい感動的な曲だなと思って、もともとリクエストいただいたんですけど、今日急遽弾けるって言ったら弾けるって言ったんで弾いてもらいました。いかがでしたでしょうか。はい、今まで、ちょっといろいろ活
動はしてきたんですけれども、私は主に、今ライブ配信やってます。 TikTok ライブとポコチャで毎日配信をしてます。でライブも毎月やってますので、ぜひ各 SNS、ぜひフォローよろしくお願いします。YouTube チャンネルも今日は私のチャンネルではなくて東京ストリートライブ 4K さんのチャンネルなんですけれども、私のチャンネルも探してください。勝手に勝手に探して見つけてください。はるたるりで検索すれば出てきます。はい、でなんか概要欄とかに載ります、私のチャンネルって。あ、載ってないかな。あ、そうかそうか、まあ勝手に探すでしょう。気に入ってくれた方は。はい、でツイッターじゃない、 X とインスタグラム、かな、あと LINE ですね、 LINE オフィシャル LINE と、あとなんだ、まあ、そんなもんかな。全部フォローしといてください。してね、今日の陽子さんナイスですって、ね、ありがとうございます。陽子ちゃんの方も、向井陽子、向井ってたまに間違えられるんですよ。 絵ですね、向井陽子で検索すれば YouTube チャンネル、インスタ、ツイッター、X ありますので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やっぱりなんかいろいろね、SNS にいっぱいあるんで皆さん大変だと思うんで、勝手に好きなやつで応援してください。全部は大変だと思うんでね、ライブも行かなきゃいけないし、ライブ配信も見なきゃいけないし大変だと思うんで、好きなやつで応援してくれたらとても嬉しいなと思います。でも、もう本当に大好きな方は全部勝手に来てください。私はそんな皆様にね、たくさん応援していただいているおかげでこうして、音楽活動させていただいてます。なんかもともと大きな夢すぎてシンガーになるなんてって思ってた時期もあったんですけれども、一歩一歩進んでいく中で私なんてっていう思いがなくなってきて、私ならできるのかもしれないって少しずつ最近は思えるようになってきました。それは皆さんが一人一人が地道に増えていって、その皆さん一人一人の応援の力のおかげなんだなって思います。自分にすごく自信がなかった私が今は少し自信がついてきた私になってこれました。改めていつも温かい応援を本当に本当にありがとうございます。まだまだな私ですけれども、夢に向かって一歩一歩頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援してくれますね。ありがとうございます。そんな夢に向かってどんなことがあっても、どんな辛いことがあっても乗り越えていく、そんな思いを込めて作った曲で、今日は最後ラストソングにしたいと思います。皆さん、今日は改めて来場してくださった皆様、そして YouTube ライブでご覧いただいた皆様、本当に本当にありがとうございました。小さな窓辺にひらり舞う花びら、新しい季節がまた一つ訪れたのね。かさぶたになった苦い思い出たち、白
溶けて消えていった孤独になった時にも不安に抱いた夜も離れずにそばにいてくれた届きそうで届かない空を駆け抜ける流星群どこにあるの青いユートピアさまよい探しながら手を伸ばした土砂降りに打たれ走るアスファルトフロントガラスに映るあなた見つめていた全てを失って涙に小さな心はひらり輝き出す新しい風に吹かれそっと歩いて行こう でもちょっと早いあと10分ぐらい大丈夫ですかあ、大丈夫ですかありがとうございますありがとうございますまさかのリクエストじゃないわアンコールありがとうございますはい、改めて今日は本当にありがとうございました
YouTube ライブの皆さんもありがとうございます。勝手に応援させていただきます。ありがとうございます。あ、大阪から勝手に応援させていただきます。ありがとうございます。はい、皆さんコメントもありがとうございます。今日のこの YouTube ライブアーカイブ残りますので、ぜひぜひ、見逃した方、そしてもう一回何回でも見れますので、ぜひぜひご覧ください。そしてコメントもしていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そして、今日も素晴らしい演奏、陽子ちゃんでした。ありがとうございました。何かお知らせなどなどあれば。ないですあるようなないような、ちょっと、まあ、ワンマン終わったばっかりなのね先週ワンマンライブでした。はい、お疲れ様です。ありがとうございましためちゃめちゃかっこよかったです。あ、そう、来てくれてるいちゃんもちらっと、ありがとうございました。めちゃめちゃかっこよかったです。あ、それのアーカイブがあります。あ、そうなんだ。はい、今回安いんですよ。お、すごいはっきり言っちゃったけど、今回安いんです。どこで見れるんですか？ツイキャスなんですけど、 あの、私のページから飛べます。はい、ツイッターから1,2,3,4,5,6 ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、そう、あともう一個、あの、ちょっとね、関係ないというかあれなんですけど、今回のね、その32の、ジャケットを作っていただいた、川原さんも、もともと陽子ちゃんのご紹介でデザインしていただいたんですけども、今ね、アーティストリーグ で、2000人以上のアーティストの中で、その勝ち上がっていくっていうやつで、今4人に今ファイナリストに選ばれてるそうです。あの、投票してくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてなんとそれの最終決戦が10月28土曜日の夜、うん、10月もう今度の土曜日、来週なんだ。来週なんですって。で、朝の10時から夜の9時まで投票時間なんですけど、はい、最後の夜7時から2時間生放送でその投票を見守るらしいんですよ。なるほどですね。はい、皆様、あの、優勝したら私たちジョジョ園をご馳走してもらう話になってますんで、そうですね、ぜひ優勝させてくださいそれは冗談ですけど、あの、本当に素晴らしい、あの、ミュージックビデオを作って、そして歌もとってもいいので、よかったらそうです、ね、チェックしてください。あの、その川原さんの歌とミュージックビデオが、あの、ご自分で、そう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 、ね、ミュージックビデオ、絵を描かれる方なんですけど、それがすごく素敵なミュージックビデオなんで、作ってもらっていいですか？あ、クラウドファンディングで。じゃあ、あの、月空のあ、いいね、いい、いいね、なんかですって、皆さん合いそうじゃない？月空と川原さんの、あの、アニメーションね、あ、多分見たことない方、後で見てみてください。うんうん、すごい優しい絵で、それを何千枚も描くんだよね。そう、1200何枚って言ってたかな、今回は。それをこう繋いでアニメーションみたいにしてるやつで、本当に画家なの？彼はもう画家としてもやってる。あ、そうなんだ、みたいです。じゃあいいですか、月空。じゃあもしね、あの、 150% 達成したらデジタルリリース&川原さんにミュージックビデオ作ってもらう。でも今決めていいの？しかもいいんじゃない、勝手にいいんじゃない、本人びっくり本人びっくりだねどうしたみたいなね、うん、え、本当にいいんですか？ちょっと後でご連絡してください。よろしくお願いします。ご連絡するのはあなたですね。あ、そうです声かけます、はいはい、え、じゃあちょっとそんな感じでいいですか？はい、ありがとうございます、ね、月空もめちゃめちゃ好評で、私もね、そんなにって思ってたんです。そんなにっていうか、もうそんなにそんなに刺さると思ってなかったってね。そうそうそう、皆さんにね、あるじゃないですか、うん、全部の曲が思い入れがあるんですよ、私にとっては。でもリスナーさんにとって刺さるかどうかってすごく差が出て、ちょっとショックなんですけど私にとってはすごい、もうめっちゃいい曲できたって思っても、あんまりなんだみたいなのもあったり、まあ、すぐパパッと30分ぐらいで作ったのに刺さるんかいっていうのもあったりとかして、月空とか本当ね、30分というかリハの時にまだできてなくて、そう、あの、歌詞も本当なんかね、自転車に乗りながらそんなもんですよ、バーって出てきて自転車に乗りながらこうメモったんですね、バーって。
でそれで陽子ちゃんとリハであのこうまあ添削してね、うん、あここいらないねとかでやって、だからそんな感じの曲がこんな刺さるんだと思って、いや本当不思議だなって思うんですけれども、それもね音楽の面白いところだなって思うんですけども、なんで今回月空、はい、チャレンジ、デルフィニウムチャレンジ、月空チャレンジ頑張ってもいいですか？ありがとうございます。あ、ジョジョ園は私大丈夫です。嘘、そんなジョジョ園好きじゃないからすいません。あれあの、うん、またあのフライヤーとかも作っていただいてるんですよ。なんでフライヤーまた作ってください、はい、それでいいです。ありがとうございます。ではラスト どうする、何にも決めてない、うん、皆さん何がいいかな。大きな声で言ったもん勝ちですよ。はい、君が弱のやばすぎる一番緊張するやつ。え、伴奏ってあるのかな。あるよ。弾ける、うん、弾けるんだ天才じゃあラスト君が本当に弾けるの。え、すごい緊張する。国歌ですから。わかりました歌詞わかる。キーは君が高いかな。君が、あ、いいですね。大丈夫、本当に君がよ。ん？すごい、すぐ弾ける、はい、では、いきます、ラストソング、君がよ、皆さん胸に手を当てて聴いていただければと思います君がよは千代にいや千代に刺され石の世界に届いたと思います日本の心これで本当にいいの終わりでいいのかな。もう一曲いく。じゃあラストオリジナルで終わりましょうかねせっかくなんでね、はい、国家で、でもそう、世界中見てますから YouTube はね、きっと届いております。じゃあラストソング、ライフストーリー。 OK、 じゃあライフストーリーいきま、あ、何、いなかった。大丈夫。じゃあラスト、本当のラストソングです。改めて皆さん本当にありがとうございました。染まってく夕闇の帳、空へと雲は流れて、孤独が行き交う無機質なアスファルト、伸び重なる影ね、君が求めることあとどれくらい僕は与えられるのだろう。 Now I'll keep you on my love、 この場所で生きてゆく、君と生きてゆく、月を越え夜を越え愛の歌を歌うよ。優しくて温かい柔らかな君のその手を守りたい。 My love, for you will never disappear。
く沈んでく海の地平線、明日へと雲は流れて、傷ついた夜も一人でも大丈夫。 Could you make me smile here?YouTube ライブの皆様もありがとうございました。ハルタリでした。